はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、スケート3実況プレイやっていきましょう。久しぶりのスケート3ですね。今日はね、もうやる気満々なんで、だいぶイメチェンしました。はい、うん、ストレスでちょっと太りました。はい、あといろいろあったんでしょうね、苦労とかも。ちょっと頭がツルツルになってますが、やっていきましょう、今回も。いやー、楽しみですね、本当に。これスケートのゲームってことをね、皆さんが忘れてると思うんで、まあ、ここら辺でこれが本当にスケートのゲームだってところを、お見せしたいと思います。で、やっていきましょう。 OK、 お座り。めっちゃリズム刻んでんじゃん、お前。やっぱテンション上がってんだね、久しぶりのスケートで。よし、じゃあ行くぜ。あ、完全に入ってますね。そして、膝が、背中から出てきてますね、これ完全に。こうなるわけなんで、足の動きが見てください、皆さん。なんか、超小刻みに震えてるでしょ、これ。で、こう膝から肘が出る。え、違う。背中から膝が出る。この状況が見られます、ここでね。うん、こんなスケーターやだよね。おい、お前。何リズム取ってんだ、お前。バカなのか、お前。そんなんやっても誰も注目してくれないぞ、こんな端っこで。おい、しかもその動きそんなにかっこよくないし、気持ち悪いし。うん、やめてください、ほんとに。ねえ、どんだけお前、今、最近病んでんの？ね、どんな気持ちなの、今。そんな動きして。もうダメだ、これ。おー、動きが変わった。ねえ、新しいダンス？流行るか？流行るわけねえだろ。うおーおーおー、びっくりした。何？え、なんかすごいこと起こった今。ちょっと待って。落ち着け。こっから、これ関係ない。まだもうちょっと。こっから行くよ。何起こった？ここら辺か、カットでいいんだよ、ここら辺。なんだよ、ここら辺。全然関係ないとこめっちゃ映ってる。来るよ、みんな。よく見てて。瞬き禁止。まだ来ないんかい。なんでまだ来ねえのかよ。どこだよ。ちゃんと、したとこだけを映してほしい。まばたき禁止。いくよ。来る。なんだ、来ない。まだ。なんだこの地味な映像。なんだこの変態プレイ。うわ回転したね。スクリューしたね。待てよ。よく見よう。よく見ましょう、皆さん。しっかり見よう。待てよ。いくよ。うわ、やば。うわちょっと待って、これ。おい、ホラーゲームで見たことあるぞ、こういうやつ。おーい、怖いんだけど、普通に。でこれも、バレリーナ選手みたいな。抱きつく。うわ、やば、うわボールみたいになってんだけど。まず足、見てください、皆さん、この足。やべえ。ちょっと、なんで？大丈夫？それ、首。首に完全に刺さってたよね、今。ちょっと確認してみましょうか。もう確認が基本になってきましたね、このゲーム。なんだよ、この子供。うるせえ。なんだ、お前か？おーって言ったの、さっき。気が散ったんだよ、お前のせいで。お前ずっと許さないからな、マジどこ行った？おい。しかも今、こいつにも迷惑かけた、あの白い服の少年にも。絶対許さない。どこ行った、あいつ。ちょっと待って。どこ行った？下降りてった？痛いな。逃がさない、俺は。決めたんだ、俺は逃がさないって。そしてスケートで全てを翻弄してる。おお、かっこいい。壁走り、いいね。そしてどこ行った？いた、見つけた。待てよ、どこ行った。捕まえろ、あいつ捕まえるまで俺は飛んでる場合じゃねえんだよ、お前バカ。おい、しっかりこけてんじゃねえ。どこ行った。いた、見つけた。逃がさねえ。おら、よし、こかしたチャンピオン、ありがとう。勝ちましたね。うん、何やってんだろう、本当に。みんなスケートしようぜ。なんでスケートボード持ってんのにスケートしてねえんだ、お前ら。おい、さあ早く家からスケートボード取ってこい、お前も。お前、アフロの君、やろうぜ、一緒に。よう、お前たちやろうぜ。ん？何？なんで一斉にみんな振り返ってこっち向いてる？うん、お前自分が倒れたよ、今、明らかに。今、俺が悪いみたいになってるね、これ完全に。いや、俺悪くない、ほんとに。キャラ濃くないか。ゴルファーでしたね。うれ俺だけじゃねえかよ、マジ。お前どんだけ強えんだよ。皆さん、僕はですね、あの上の方から滑ってきてですね、この先にあるゴールにこのゴミ箱を入れるという大技を決めたいと思います。そして上っていうのはそんな簡単じゃなくて、一段階段上がって、もう一段階段上がった先。この真ん中のね、鉄パイプみたいなやつを通らないと階段は降りにくいんですよ。なので、この大技を
決めたいと思います。ではやっていきましょうか。見とけ、一発成功させるからな、マジで。とりあえず飛ぶでしょ。はい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 、それい、おう、成功みたいなもん。よし、はい終わり、はい終わり、はい完璧。なんでだよ、だから、え、なんでミスるの今の。今の俺の問題じゃなくてこいつの問題じゃない？多分こいつの家庭環境とかの問題だわ。ちょ、とりあえず飛べ。いや、もう意味ね、わかんねえ、意味わかんねえ。絶対こいつ昨日の夜夜食として焼きそば食ったからだこれ。なんかハゲがリズム取ってんのって面白いな。股間自分から打ちに行ったよなこいつ。はい、待って待って、来た、あとはシュートするだけ、いけ。入った、入った、入った、おい入ってないんかよお前。これだいぶ首痛いよ今の。こいつの首が心配だわ本当に。スタバに来たけど馴染めなかった人の末路、てかこれの使い方がわからなかった人の末路。さて皆さん問題です。突然ですが僕はどこにいるでしょうか。さあ10秒ですよ、いきますよ。10 9 8 7 6 5、いや こんなんで10秒使う無駄さね、うん、とりあえずコメントに書いてください。わかりましたか。いきますよ、いきますよ、いきますよ、だんだん近づいていきますよ。さあ正解はですね、ここでーす、ここ、ここ、あ、これスケボー、ここですね。わかりますか皆さん、これこれこれ僕の足なんで。これ僕の足でして、あ、じゃあ登場しますよ僕、いきますよ、はい。これ僕です、はい。皆さんわかりましたか。わかんなかったでしょう、うん。これ見てもわかんねえな、これこれ見て俺ですとか言われてもわかんねえわ。あー、なるほどね、あー、そういう感じか、なるほど。どんな気持ちなんだろう、これどんな気持ちなんだろうね、これ今の、これこいつ日本の政治についてどう思いますか。おい、 YouTube でポッキーで喋ったことありますか。おい、ポッキーとプリッツどっち派です。おい、ベッキーとポッキーが似てるってだけで僕への謎の風評被害やめてください。ちょっと、おい、来た、え、止まるんかい。どんだけお前、俺の時全然止まらなかったのに、なんでゴミ箱の時だけ止まるんだよ、ふざけんなよ。街の美化は守りますってか。待てよ、勢いついたところ行く、行け。なんで止まるんだよ、だから俺痛いやつじゃねえかよマジで。ただの、ためよう、ためよう、ギリギリまで来た、はい、間に合わない、来た来た、行くよ。なんでだから止まるんだよ、もう今の距離、今の絶対俺だったら止まんなかったと思う。ん、止まってくれるもんなのかな案外。こんにちは。ひどい、俺ひでえな、よく考えたら俺すごい最低なことをやってるかもしんないこのゲームで。ウェイ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 、みんな集まってきてくれてありがとう。ウォー、おいおいおい、これ YouTube 上じゃダメだからお前、お前らバカ、 YouTube 的に消されるだろうと動画がこれ。ウォー、ということでご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。スケート3実況プレイ、まだまだ楽しめそうですねこちら。ね、また次回も何かの機会にやっていこうかなって思います。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してね。でも次回のスケート3でお会いしましょう。ポッキーでした、バイバイ。最後に跳ね飛ばされた。